されてんですよね。それがちょっと苦しくなる要因だったと思いますけどもね。外への打球、これはどうでしょうか。センターバックしてフェンス際で、よーっと取れませんでした。センター島内、クッションボールを岡島が処理。陽大館はこれタイムリーツーベースヒットになっています。2年連続の2桁ホーマー、2桁勝利になるかという、このあたりも注目の今シーズンの大谷です。一二塁間、ファースト銀次の横を抜いていきました。陽大館が生還、2点目が入っています。フルカウント、空振り三振、カウントとなって6球目になります。見逃しの三振、最後もインサイド、ジャストルッキング、手が出ませんでした島内です。